衝撃、悟る、薬丸容疑で緊急逮捕かブレイキングダウン10には参戦できるのかええー、どうも、柳子の小助です。ええー、ほね、ちょっとニュースが途切れないんですけれども、ええー、浅倉三久留が山に KO されてね、マンポルギアの炎上騒動とか、えー、ファイトクラブのネタが尽きない中でですね、 えー、まあ、木曜、ブレイキングダウン10も日程も迫ってきてますので、えー、ちょっとこちらの件も報じないといけないんですけれども、その中でですね、えー、サトルですね、えー、今回一番話題になっている悟がですね、えー、ちょっと薬丸で緊急逮捕されたんじゃないかというちょっと噂が入ってきまして、ちそちら深掘りしていきたいと思うんですけれども、こちらに今先ほど、えー、悟のアシスタントかな悟の、えー、プロ、悟の、えー、アシスタントかなんかが挙げた、 動画の中で、サトルと連絡取れないということで、こちらがサトルと LINE とのやりとりなんですけれども、えー、お疲れ様です。なんか番掛け食らっててだるそうですわと。で、えー、着予定置くヘルカモスってか。っていうことで、これさ、今ね、先ほど本日の夜の8時半ぐらいですね。えー、あるところに待ち合わせをしようとしてるんです、たんですけれども、番掛けまあこれ職質のことですね。職質で遅れそうだと。で、えー もし、しばらく連絡返ってこなかったら、伝えてほしいと。で、結構だるくてということで、えー、どうやら触手続けてる。これ、車の中のようですね。で、えー、動画送るんで、これ上げてくださいということで、多分ね、その、実際、触手されてる映像をね、送ることになるんですけれども、その後、えー、まあ、早急にということで、えこちらの動画ね、もう、かなり、モザイクかかってわかんないんですけど、で、まあ、嫌がらせっすわ、マジでと。で、あと、 えー、家に入れますか掃除してもらっていいですかで、こんな感じです。帰れそうにないわと。で、弁護士の先生の名前なんだっけと。ちょっと職質されてんで、まあ、弁護士の先生を呼ぼうとしてると。で、この、えー、アシスタントじゃないかマネージャーか、マネージャーの方が、電話できますかって電話してるんですけど、ね、全然繋がらない。今どこにいますかと。多分警察に職質されて、それどころじゃないんでしょうね。えー まあ、マネージャーの方も不安ですよねで、状況を教えてくださいと。で、その後でですね、その後とがですね、えーまあ、この職質されてる映像で、その警察の方が、えーまあ、犯罪の容疑がかかっているということで、職質されてて、で結局、この右の警察の方が映ってまして、えー、これからその警察の方、取り調べで、えー、あ、取り調べじゃない、尿検査するということでね、まあ、悟は。 どうやらなあのそっちの薬丸の容疑がかかったっていうか噂はあって実際やってるか分かんないんですけど確かねやってたのかなブラジルでは確か後方のものもあったと思うんでまあ悟りはブラジル出身なんでそこら辺でねちょっとやっててで日本でね、えーまあ、尿検査、えー、させられちゃうそうなんですけれどもこれ尿検査させられちゃってもし陽性とかになっちゃった場合ちょっとブレーキングダウン10は賛成難しいということでねちょっとシャレになんない状況になってきましたね。 えーまあ、本当これがね、悟の演技であってほしいんですけど、ただ、これ、パトカーもちゃんと映ってるんですよね。パトカーも映って警察の方もいるんで、これちょっとやらせは難しいのかなっていう感じがするんで、えーまあ、ちょっとこれ緊急逮捕になっちゃう可能性もありますね。ブ,ブラジルに追い、ね、あの引かれて、えー、渋滞で植物人間になってるんですけれども、その前にね、 えー、尿検査でちょっとブラジルに行けなく、海外渡航もできなくなっちゃいそうですね。ということでね、えー、悟る薬丸容疑で緊急逮捕か、ブレイキングダウン10には参戦できるのかというね、お話になりました。では、最後までありがとうございました。